自分の名字が古屋敷という名字でして、それを英語で一回訳してみようと思ったらオールドハウスとか出てきて、ちょっとかっこよくないかなと思って調べてったら邸宅屋敷って意味でグランジが出てきたんで、早く決めたいって感じで由来から取りましたね。オンライン開いてる理由は、そもそも自分まだ学生で逆にモテないからといって自分がやりたいことをやめたくないなと思って、今この世の中ですしオンラインで始めることは簡単にできるので、一回それで始めてみて続けてみるか決めながら試行錯誤しつつやっていこうかなと思って始めました。そのメンバーは自分一人で、バイングからポップアップやるときはスタッフ、オンラインの EC 運営、採寸とか更新は自分一人でやってます。ただマルジェラは絞ってまして、マルジェラの中でも、今は多分 MM6 っていうラインがあると思うんですけど、その MM6 がそのラインとして確立する前のマルジェラ の数字のタグあると思うんですけど、その6番の時代、本人さんがやってた時に絞って仕入れてみようかなと思って仕入れています。マルジェラだけに限らず、アーカイブ系は、グッチだったら売り上げ一番伸ばした、セクシースタイルの確立者であるトム・フォードさんが作ってたトム・フォード機だったり、有名どころで行くならイヴ・サンローランだと今結構市場で回ってきてると思うんですけど、ランダムアイデンティティのデザイナーさんのステファノさんが作ってた時のサンローランだったり、そういうなんかブランド、このデザイナーのこのブランドみたいなアーカイブ仕入れてます。あとレギュラーも結構形だったり色だったり力入れてるんで、あんまり一つに絞ってピックとアップとかはできないですからね。結構全部自信あるんで。自分が着たいなと思って、ちょっとエッジの効いたものとか、ギア系からそのカルチャー重視の、ヴィンテージもあればヴィンテージっぽいものも仕入れるんですけど、その昔反映させた映画だったり、ドキュメンタリー、史実だったりを、見てていいなと思った、雰囲気、その当時のものをその時のもう直感とか気分で入れるようにしてるんで、あと自分私服で結構デザイナーズさん着させていただいてるので、結構それからインスピレーションを受けてディティールだったり色味だったり柄だったり、そういったものをインスピレーションを受けながら仕入れてる部分あります。自分そもそも元からずっと服好きで、好きなものを着たりとか買ったりとかしてたんですけど、消費者側でいろんなお店通っていくうちに、その接客によってまた良さが再解釈できたりとかして買うことも多くて、売る側に回ってみたいという気持ちもあって、結局接客業多分自分好きなんで、人と話すものを通して、なんで服が好きじゃなかったら多分違う接客業でも良かったと思うんですけど、やっぱり好きな服をバイトとして自分のスキルって言っていいほどちょっとわからないんですけど、好きなことをできるのがやはりアパレル通して一番の形なのかなと思って、あとちょっと自分この体大きくて着たい服着れないとかあるんで、小さくて着れないなって思ったやつ売ってみようかなみたいな感覚もありますね。始めたきっかけは携帯がオンラインなので実際手に取って見ることができない、それもあってやっぱ定期的に、まだ知名度とかもそんなにないと思うんですけど、その知ってくれてる方に実際手に取って自分が仕入れた服を着ていただきたいなと思って定期的に開くようにしています。結構どっちもメリットデメリットあると思って、服洋服に限らずオンラインで買えるってことは行く手間が省けたり、発送されて到着を待つだけなので消費者側からしたら楽に思う部分もあると思うんですけど、ポップアップ開くことによって実際サイズ感だったり手に取って分かるし、質感ももちろんそうですし、あとやっぱり自分も接客が始めた理由と一緒でされるのがいいなと思ってたんで、自分もその体験できることがあるので、それでお話しできるのも自分の中でも古着屋の中でもメリットじゃないかなと思います。デメリットとしては集客がしにくい、その SNS の活用は今大事になってくると思うんですけど、やっぱりふらっと街歩いてて入ってくれる方がもちろんいないので、そこはちょっと実店舗実際持ってないんでどう違うか大きくは分からないんですけど、実際そのオンラインなんで手に取って見ていただけない、こうポップアップ開くときは見ていただけるんですけど常にないっていうことはあんまり見ていただけない。メリットとしては実店舗出すよりも費用が絶対かからないんで、そこは学生活動と両立できているところで、実店舗に立つ時間がないんで中作業をして、ストック作業ですね、実店舗さんで言ったら採寸とかを行って更新で
で、まあ、あと SNS の集客頑張るくらいなんですけど、まあ、実店舗さんもやってるんでちょっと作業量は減るのかなと思ってます。やはり合同でやってるとまたお店自体の色があって、またそれに合った客層も違うと思うので、いろんな方と知り合えるというのは意図的っていうよりかは面白くポップアップ運営できる接客もですし、いろんな方と触れ合えて、なんでそこは面白みだなと思ってます。今回当店と基本あの自分のがメンズ古着なんですけど、レディース中心に行っているニューアージさん、あとカフェでこちらポップアップで出店してくださっているザ・ラウンジさん、サーフィンとかストリートなどのカルチャー発信しているショップのシーユレーターさんのグランジ合わせて4店舗で行わせていただいてます。自分自体がその作品、一つの作品、服を通して作りたいっていうのがあって、まあ、全然そういう専門を専攻しているわけではないんですけど、まあ、この服という一つのフィルターを通して、ね、モデルさんとか他のフォトグラファーさん、メイクさん、いろんな力を合わせてで作品を作りたいというのがあって、その媒体としてこの当店グランジを利用して、そういう見せ方もできたらいいかなと思って何回かやらせていただいてますね。結構とりあえずの目標を決めて細々やっていくタイプでして、ポップアップの企画でそこでどういうものを入れるか、それまでにどういうものをオンラインで更新していくかで、売り上げどのぐらい取るか、お客さんとどういう会話をするか、季節によってとか仕入れたものに対してどういう接客をするか、影響力ある集客につながる層って若い方だと思うんです。 SNS をすごい行ってたり、あと一応社会人とかお仕事始められるとあまり服買う機会もなくなってしまうと思うんで、まあ、だとしても自分がやっぱり年取っていくわけで、周り来てくれる方も自分と同じぐらいになるので、今から始めたとしてどんどん若い層につながっていければ、どう広がるか分かんないですけど、また大きくなっていったらその自分より上の層だったり、まあ、いろんな層に愛される店舗になればいいなと思ってます。